星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。2004年に発見され、たびたび地球への衝突が話題になる小惑星アポフィスが今月6日に地球と月との距離の44倍、約1670万キロを通過していきました。このアポフィスは8年後の2029年再び地球へ戻ってきます。そしてこの時はいよいよ今までで一番の大接近をすることが予測されていて、アポフィスは人工衛星の軌道よりも内側を通過します。アポフィスがもし地球に落ちると、その破壊力は広島型原爆の3万倍以上で、その破壊力は軽く国家一つを地球上から消し去ることができるほどです。このような地球に衝突して大災害を起こしかねない小惑星は、アポフィス以外にも宇宙にはたくさんあります。今晩はそんな危険な小惑星から地球を守るため、今何が行われているかと、地球を直撃する危険性がある小惑星アポフィスへの対応のお話です。小惑星地球衝突最終警報システム。将来地球への衝突が懸念されている天体は、潜在的危険な小惑星ポテンシャリーハザードアステロイド PHA と呼ばれ、2019年9月20日現在1331個が確認されていますが、その中で軌道が分かっているものは352個しかありません。軌道が分かっている小惑星のほとんどは地球への衝突の危険性はないと予想されていますが、小さな天体は様々な要因で軌道が変わるため、今後絶対に地球に落ちてこないという保証はありません。そして軌道が分かっている中には、すでに潜在的に地球に衝突する危険性がある小惑星が見つかっていて、仙台のはやぶさが探査した糸川や、はやぶさ2が探査したリュウグウ、はやぶさ2と同時期にアメリカのオシリスレックスが探査した惑星ベンヌなども、そうした危険が懸念される小惑星です。中でもベンヌは直径500メーターを超す大型の小惑星で、2135年9月22日に地球に衝突する可能性があると NASA が発表しています。さらにまだ発見されていない数百の危険な天体があると考えられていて、それらが地球に近づくのを監視するシステムがアメリカを中心に稼働しています。これは NASA から資金提供を受け、ハワイ大学天文学研究所が開発・運用している地球への衝突を事前に検知する早期警戒システム、アトラス小惑星地球衝突最終警報システムというもので、ハワイ島のマウナロア観測所に本部が設置されていて、2台の天体望遠鏡が晴れた夜には複数回、全天を自動運転で監視しています。ただアトラスが提供するのは、地球衝突の数日から数週間前に警報を出すことで、それはその天体の軌道を変えるためロケットを打ち上げるなど何らかの方策を立てている時間は見込んでいません。あくまで人がいる地域で退避させ、建物やその他のインフラストラクチャーを保護するための対策を講じ、海への衝突によって生じる津波の危険性に注意を払うのに十分な時間を提供することが目的です。ちょうど地震の揺れが到達するまでのわずかな時間に机の下に入ったり窓ガラスから遠ざかったりと、身の安全を確保するための日本の地震警報みたいな感じですね。アトラスは一定の成果を出している一方、アトラスの監視の目をくぐり抜ける小惑星もあります。原因は、小惑星は自ら光を発していないため、大きさが小さいものは発見が非常に困難で、特に昼間の発見はほぼ不可能だからです。例えば2019年7月、地球と月との距離のわずか5分の1、7万2000キロを通過した100メータークラスの小惑星 2019OK が発見されたのは通過する前日でした。さらに2020年11月13日金曜日、まさに13日の金曜日に南太平洋ピトケアン諸島の近くの上空を通過した天体 2020VT4 は、これまでの観測史上で最も地球に接近した小惑星でした。その距離は地表からたったの386キロでした。これはちょうど国際宇宙ステーションが浮かんでいるあたりの高さです。東京から京都までの距離と同じぐらいと考えると、VT4 の通過した距離がいかに近かったかわかりますね。この時の接近が太陽の方向からであったことと、大きさが10メーターほどであったことから、VT4 の発見は遅く、アトラスから警報が出されたのは通過した後15時間経った11月14日の早朝でした。
今回の VT4 の大きさは10メーターと小さく、大したことないと思われる方がいるかもしれませんが、速度が速いため VT4 は大きなエネルギーを持っていて、もし VT4 が地表まで落下した場合の破壊力は広島型原子爆弾とほぼ同じだったと計算されています。地球には7メータークラスの天体が約5年に1度ぐらい、直径4メーターまでの天体ならほぼ毎年1個が落ちてきていて、そのほとんどは高層大気で爆発しほとんど蒸発しますが、2013年のチェラビンスクに落下したような20メータークラスの天体ともなると地表まで到達する可能性が出てきて、そうした大きさの小惑星がほぼ50年に一度地球に落ちてきています。 NASA は今後数十年から数百年の間は地球規模で文明が滅びるような天体衝突は起こらないと発表していますが、これはこれまでに発見された約1000個の直径1000メーターを超える天体のデータを元にした話であり、100メータークラスはその大部分が未だに把握されていません。そしてそればかりか毎年新しい危険な天体が新たに発見されているのです。たとえ100メータークラスの天体でも地表まで落ちた場合には小国家一つを瞬時に消滅させるくらいの破壊エネルギーがあります。アポフィス地球衝突回避のための対応。アポフィスが発見されたのは2004年。アポフィスとは古代エジプトの悪の神アペプが名前の由来です。小惑星番号も偶然ですが、なんとも不吉な感じの99942というのが割り振られました。もう名前だけで怖さ全開ですね。ただでさえやばい天体なんだから、もうちょっと可愛いウサちゃん1号みたいなのにした方が少しは気が楽になったんじゃないでしょうか。アポフィスは金星軌道から地球のすぐ外側にかけての楕円軌道を323日かけて回っています。大きさは310メーターから340メーター、重さは1億2600万トンと推定されています。発見した当初、アポフィスの軌道を計算したところ、2029年4月13日金曜日に地球に衝突する可能性が37分の1、つまり 2.7% もあることが分かりました。衝突による被害想定はトリノスケール4、パレルモスケール 1.10 と評価され、これは地球文明に深刻なダメージを与える可能性が十分にあるということで、当時大変話題になりました。しかし、その後の観測と精密な計算により、衝突の可能性は徐々に減少していき、現在 NASA はアポフィスの2029年の接近で衝突の可能性はゼロであると発表しています。今回の3月6日の接近では、アポフィスは地球の表面から約1670万キロまで接近しました。この距離は宇宙的にはかなりの接近だと言えますが、それでもまだ地球と月との距離の43倍くらいの余裕がありました。次回8年後の2029年4月13日の接近では、今回より550倍以上近い地球から3万キロ以内を通る予測がされています。3万キロというのは地球を周回する通信衛星の軌道の高さで、これらの人工衛星と衝突する可能性も考えられています。また接近時には肉眼でもアポフィスを、地球を東から西へ早く移動する光の点として見ることができると言われています。その後アポフィスは2036年にもやってきますが、この時の地球への衝突の危険性はないようです。そしてその次にやってくる2068年は、衝突の危険性は38万分の1程度だとこれまで予想されていましたが、去年2020年アポフィスの発見に貢献したハワイ大学天文学研究所の研究員デイブ・ソーレンのチームが、アメリカ天文学会の年次総会でアポフィスが時間の経過とともに速度と方向を変化させていることを発表したことで、事態が少し変わってきました。この変化はヤルコフスキー効果といい、小惑星が太陽に近づくとき、太陽からエネルギーを吸収するため、そのエネルギーを熱として放射するときに、小惑星の軌道がわずかに変化する現象として知られていました。そして最近の調査で、この現象がアポフィスに起こっていることが分かったのです。研究チームによると、観測の結果、アポフィスの軌道は年間約170メーターずれていて、これは2068年はアポフィスが地球に衝突するというシナリオを考えるに十分なものだと研究チームは発表しました。アポフィスがやってくる金星から地球までの距離は約1億キロ。たとえ年間170メーターという小さな誤差も、何週間後に地球に近づくときにはかなりの大きな誤差になる可能性があるからです。
もし2069年アポフィスが地球に衝突する可能性が今以上に高くなれば、事前にアポフィスを爆破するか軌道を逸らせる必要が出てきます。しかし映画アルマゲドンのように着陸してアポフィスに核爆弾を仕掛けて爆破させたとしても、時速5万キロでやってくる1億トンを超える岩石の方向を変えることは到底不可能で、仮に核爆発でいくつかの大きさに割れたとしても、それら岩石のほとんどはそのままの軌道を維持して飛んできます。今考えられる最善の方法は、なるべく早い時点でアポフィスに重たいロケットをぶつけ、その運動エネルギーでアポフィスの軌道をほんの少しだけずらすという方法です。例えば地球から3000万キロ離れている時点で対応するなら、地球に到達するまでに地球の直径分、つまり1万3000キロだけコースがずれてくれれば良いわけですから、角度にすると 0.025 度だけコースを修正すればいいことになります。仮に時速5万キロで地球に向かっているなら、25日前までにこの修正に成功すれば良いということになります。修正は地球に近くなればなるほど困難になります。例えば月のある38万キロまで接近したところで対応するとなると、約2度もの修正を衝突7時間半前までに完了しなければならなくなります。また実際にコースを変更させるには、アポフィスのコース修正に必要なエネルギーを計算する必要がありますが、今のところどのくらいの衝撃を与えると小惑星の軌道を変えることができるかの研究は、コンピューター上のシミュレーションでしか行われていません。このような小惑星の軌道を変える実証実験が今年いよいよ NASA により始まります。この計画は DART と呼ばれていて、 DART とはダブルアステロイドリダイレクションテストの略で、日本語にすると二重小惑星方向転換試験となります。計画はディディモスと呼ばれる二重小惑星に宇宙機を衝突させて小惑星の軌道変更を実験するミッションで、今年6月にロケットは打ち上げられ、2022年10月に目標の小惑星ディディモスに到着します。ディディモスは直径800メーターのディディモス A と直径150から170メーターのディディモス B からなる双子の小惑星で、2022年10月7日に重さ500キロの試験機をディディモス B に相対速度秒速6キロ、時速約2万キロでぶつける予定です。そしてその後、その衝突によってディディモス B の周回速度や軌道がどのように変化するかを地球上の望遠鏡から観測する予定です。また実際にアポフィスの軌道を変えるためには、アポフィス自体のより正確な重さや自転角度、岩石の構成や硬さなどの情報が必要になります。そのためアポフィスが2029年に接近する際には、レーダーなどを駆使して数メーター単位で今まで以上により詳しくその形や回転を観測する予定になっています。さて、なんとも人騒がせな小惑星アポフィスですが、それ以外にも小さな隕石は毎年かなりの数が地上に降ってきています。しかしアメリカテュレーン大学の資料によると、任意の1年で隕石の落下によって人が死亡する確率は最大でも25万分の1程度だそうです。ただ地球全体に影響を及ぼすような大型隕石の地球衝突に関しては、アメリカ議会は、我々がいつか壊滅的な小惑星衝突に遭う確率は 100% で、さらにそれがいつなのかは 100% 分からず、小惑星衝突への準備もできていないと警告しています。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。